血糖値を下げてくれるお茶4選。正しい水分補給は私たちの健康の基盤です。このために水を飲むのに並行して果汁やお茶を取り入れると血糖値を調節する助けになります。ハーブティーの中には水分摂取量を増やして血糖値をコントロールする助けをしてくれるものがあります。水は 味がないと感じる人が多く、飲む量を増やすのはそう簡単ではありません。しかし幸い、突然大量の水を無理して飲む必要はありません。代わりに、水分補給にお茶を取り入れるなど、使える裏技がいくつか存在します。ここで紹介するもののほとんどは、風味が軽くつけてある程度のもので、 水を飲む量を増やす過程の一段階としてとても便利です。では、ここで血糖コントロールに最適なオプションをいくつか見ていきましょう。ハーブティーを入れよう。必要なのは沸騰したお湯と自分がチョイスしたハーブの葉、ね、花などです。これをカップに注ぎ、蓋をして最低でも5分から8分蒸らします。 ハーブの中には、最大で12分ほど蒸らす必要があるものもあるので気をつけましょう。市販のハーブティーを利用する場合は、パッケージの指示に従ってください。基本の入れ方。正しくハーブティーを入れるのに参考にしていただきたいガイドラインがこちらです。材料。水1カップ。 お好みの乾燥ハーブの葉、花、根などを大さじ。生のものを使う場合は大さじ2必要な器具。ティーポットもしくはポット。マグカップやティーカップ。入れ方。ハーブとお湯をティーポットに入れます。点7分間浸出します。 点7分経ったらカップに注ぎます。オプションの一つとして、蜂蜜を加えることもできますが、ここでは血糖値を下げることを目的としているため省略します。血糖値を下げられる。血液中にグルコースや血糖が増えすぎると体によくありません。日々の生活をする上でエネルギーは当然必要です。ですが、 摂取しすぎてしまったエネルギーはあなたを糖尿病予備群へと導く可能性があります。うまくコントロールできないままでは糖尿病になるかもしれないのです。また、糖尿病予備群でも症状が全くない人がいるので注意が必要です。一方、糖尿病に苦しむ人たちは特に食生活に気を配らなくてはなりません。 継続的にグルコースの値を把握しておく必要があるのです。はじめフェヌグリーク。フェヌグリークは一年層で、ヨーロッパや南アジアが起源とされています。アジア料理で調味料として使われていますが、医療目的でも幅広く使用されています。クマリン、ニコチン酸、トリゴネリンといった成分のおかげで、 フェヌグリークはインスリン、非存ゾ性糖尿病の場合に血糖効果剤として服用されます。また、フェヌグリークがグルコースの吸収を妨げるだけでなく、インスリンの抹消組織での作用を高めることが、いくつかの研究で示されています。血糖、脂質パラメーター、インスリン、 II 型糖尿病の肥満女性の抵抗性に対するルフェヌグリークの効果という研究では、フェヌグリークの服用が肥満の糖尿病患者のグルコース値と脂質値を改善することが示されています。2. 朝鮮人参。朝鮮人参派と千葉人参族の一種です。 ネパールから満州にかけた地域や西シベリアから韓国地域の山中に自生していますが、需要が高いため、その他の国でも生産されています。朝鮮人参に含まれる人生の再度の効能によって血糖値を下げることができます。II 型糖尿病患者を対象としたある研究では、普段の治療に加えて、 被験者が2ヶ月間毎食40分前にアメリカ人参を一時飲み続けました。すると、2ヶ月後の患者の絶食時のグルコース値は約10%下がりました。これは、インスリンの生成を促して細胞の反応を改善する効果のおかげだと考えられています。3. カモミール。カモミールは一年層で、 好形連剤としての効果や消化作用で知られています。血液中の血糖値を調整してくれるのに加えて、肝臓のグリコーゲン蓄積を促します。さらには過剰なグルコースによる酸化ストレスから、水臓を守ってくれます。4. 緑茶。緑茶はカメリアシネンシスという植物の葉からできています。 その起源は中国とされていますが、近年その人気が広がり、世界中で飲まれています。カテキンやベータカロチン、ビタミン C、ビタミン E によるワラが酸化作用があります。グルコースの値を下げる効果は、茶葉に含まれる多糖類によるものです。血糖値のためにお茶を利用する際のその他の注意点。いかなる自然療法も、 実際に始める前に医師に相談しなければなりません。さらに、血糖効果作用のためには、これらの両方を正しく利用することが大切です。だからこそ医師への相談が必須なのです。血糖値が高いと、体に様々な害があります。ですから、一度医師の診察を受けて指示を受けたら、それに必ず従ってください。さらに、 ここで挙げた自然療法はあくまで補完的なものであり、治療そのものの代わりにはならないことをよく覚えておきましょう。だから、バランスの取れた食事に取り入れるようにし、食事や薬の代わりにしないようにしてください。